今回は私が普段使っている大好きなお掃除グッズを5つご紹介していきます。第1回目はお掃除ワイパー編ということでやっていきたいと思いますけれども、早速1つ目ですが、1つ目は山崎産業の雑巾ワイパーです。力を入れてしっかり床拭きができるというところです。その理由はヘッドが手前と奥にはこう動くんですけれども、横の動きができないような作りになってるんですよ。なのでヘッドが安定して力強く拭けると。さらにはこういった厚手のマイクロファイバークロスとか雑巾をこんな感じで取り付けることができます。で、力を入れても全然ヘッドが動かないと。続きましてこちらです。花王のクイックルマグネットワイパーです。ヘッドがですねマグネットで脱着できると、とても簡単にペーパーを取り付けることができると。真ん中に置いて折りたたんで、そしてパチンと、はい、こんな感じで簡単に取り付けることができます。ウェットティッシュを取り付けることができるんですよ。2枚使いますけれども、2枚使ったとしても専用のシートよりもコスパはこっちの方がかなりいいです。こういった感じで2つ並べまして、上に置いてパチンと。続きましてクイックルミニワイパーです。トイレの床拭きや壁の拭き掃除に使っています。このお気に入りポイントはヘッドがですね真ん中が両方細くなってますんで、便器の U の字のところですよね、便器と床のラインに沿ってしっかり拭き上げることができると。で、さらにお気に入りポイントがスコッティファインの洗って使えるペーパータオルなんですけれども、半分にカットするとぴったり合うんですよ。こうやってパチンってやるとこんな感じですね、しっかり取り付けることができると。4つ目がこちらです。アズマ工業の隙間に入るホコリ取りです。これも本当であれば専用のシートをつけて使うんですが、私は洗って使えるペーパータオルをつけて使うことの方が多いですね。はい、こんな感じで、またこれもですねちょうどいいんですよ。でこうやって中に入れてあげると、これを使って蓄暖機の下とか冷蔵庫の下とか、あと以前はソファーがかなり低めのローソファーだったので、ソファーの下のホコリ取り、そして拭き掃除にも使ってました。そして最後の5つ目がウェーブハンディワイパー超ロングタイプです。リビングダイニングのホコリ取りはもちろんのこと、トイレのホコリ取りにも使えます。ポイントは首のところがこう角度を変えれるというところですよね。高いところの例えばカーテンレールとか、あとはこういった時計とか、あとは照明とかの上のところのホコリが取れると。どうもありがとうございました。